皆さん、おはようございます。早朝にいただく神様の御言葉は、朝露のように私たちの心と体を潤します。今朝私たちが読んでいるロマ書第12章は、信仰によって義とされた生活について書かれ、私たちが神様に奉仕し、神様に身を捧げ、生ける捧げ物とされるべきこと、また人を愛することに偽りがあってはならないこと、兄弟姉妹は互いに仲良くすべきこと、希望の中にあって喜びべきこと、患難の中に耐え忍ぶべきにこと、迫害する者を祝福することで悪に打ち勝つべきことなどが示されています。私たちが主を信じた後に、多くの素晴らしい経験をすることで、神様にお仕えすることのできる恵みをしっかりと感じ取ることができます。奉仕は私たち一人一人の責任であり、特権です。奉仕は一瞬の自己犠牲で時間を費やして、自分のすべてを捧げることになります。では私たちは日常生活の中でどうすれば信じることによって救われる福音の恵みを実験させ、自分自身を神様に捧げ、義の器となることができるのでしょうか。それは福音の真理を私たちの座りのない生き方や人となじの上に反映させ、自分を全く主に捧げ、主により頼むことです。もし私たちが毎日新しくされ、神様の御旨を知ることができれば、神様が私たちに与えしてくださるご計画は完全で素晴らしいのですから。神様は私たちを新しく作られたものとし、私たちの心を新しく、神様の栄光をたたえ、神様にお仕えすることができるものとしてくださいます。神様は私たちに一番良いものをお与えになります。神様はその愛する一人子さえも私たちに与え、私たちが新しい命を得て救いの恵みに預かり、一生の間イエス様の命令に聞き従い、キリストにあって新しく作られたものにしてくださいます。神様は偉大です。神様の知識は誠に豊かで、神様の愛はとっても深いので、私たちは神様のご計画を理解することはできません。私たちが自分自身を神様にお捧げして、神様にお仕えするのは当たり前のことです。私たちはそのようにして神様にお答えすべきです。私たちはそのように神様を礼拝し、生きた捧げ物とされるべきです。
旧約の捧げ物は祈りを奪うものでした。しかし新約の捧げ物は祈りを捨てるものです。神様に完全にお従いすることで生きた捧げ物は命を与えられるのです。自分自身を生きた捧げ物とすることです。神様の完全を見ることができ、自分の不完全さを知ることができるのです。このような神様との関係はあなたの自己中心的な性格を徐々に取り去っていくことでしょう。皆さん一緒に祈りしましょう。神様、私たちが一緒の間、あなたと共に歩むことができるようにしてくださっていることに感謝します。どうか、私たちが自我を全く捨て去り、私のすべてに主、あなたが反映されますように、一緒の間、あなたに奉仕できるように、他の人と比べることなく、真実にあなたのために生きることができますように、主イエス・キリストの尊きお名前に感謝してお祈りします。アマン。